はい、それではフリーランスの岩上さんどうぞ。インターネット報道メディアの IWJ の代表をしております岩上泉と申します。よろしくお願いします。先ほどG7 サミットの話、質問が出ましたが、 G7 サミットの話いいですか。サミットの、質問もありましたが、私もそのサミットに関連して質問させていただきます。総理は先ほど G7 サミットで民主主義国家が結束したと、このようにおっしゃられました。しかし G7 サミット直前の6月10日にですね、フランスのマクロン大統領は記者会見において、インド太平洋戦略に関連して我々は米国と連携しない、中国のしもべにもならないと、 EU と米国の対中外交の違いを説明したとロイターが報じております。バイデン大統領が、対中強硬姿勢に傾くのに対して EU は距離を置くと姿勢を示した、インド太平洋を米中対決で封鎖してはならないと、このように述べたとロイターは伝えています。ちなみにこのマクロン大統領の発言を報じた国内メディアはわずか3件のみでした。ここで疑問が湧くんですが、サミットでは本当に対中包囲網について結束が図られたんでしょうか。サミットの共同声明を読みますと、台湾有事については確かに言及されているんですが、中国を名指しで非難することは慎重に避けられております。これは G7 では分裂は避けられたものの、妥協が図られたというのが実情ではないのかというふうに思います。総理、菅政権は今国会で自由と地位規制法に見られるように総理の権限を異常なまでに強化しようとしております。これは内閣独裁を実現する改憲による緊急事態条項の先取りと思われます。なぜかくも戦時独裁体制の確立を急ぐのか、ミサイル配備もそうですけれども、日本国民には十分な説明もありませんし、同意もありません。またもし内閣独裁体制となれば、日本は先ほど総理おっしゃった普遍的な価値を重んじる民主主義国家のグループから脱落することを意味してしまいます。すみません、ご質問をお願いいたします。米国の覇権を守るため、中国との戦争の先兵となることを自ら買って出るような原発を抱えたまま破滅的な戦争に挑む具というのは避けるべきではないかと思われます。EU のように、米中対立に冷静に距離を置く、そうした道というものも避けるべきではないかと考えますが、それがまた従属国ではなく主権国家の在り方ではないかと思いますが、総理のお考えをお聞かせください。私はまさに主権国家の内閣総理大臣として G7 サミットに参加をして、先ほど申し上げました国際社会の普遍的価値、このことについてはそこは G7 の中で全ての国々との中でですね、共有しているものであります。